瞳子さん。ありがとう。そうしちゃ。ごめんなさい。さよ。時間切れだったのか。なあ、聞きたいことが一つある。
今さらなんだよ。なぜ逃げなかった？なぜ一ノ谷塔子の前にあそこまで無防備に進み出ることができたのだ？あいつは間違いなくお前を殺そうとしていた。残陽10日前、いつでも振るうことができた。あれは決して見せかけではなかった。ちゃんとした殺気があった。お前が近づいてもその殺気は変わりなかった。それがお前の首に歯が触れる寸前で殺気が消えるなど、いくら何でも知り得るはずがない。なんだ、そんなことか。真剣に答えろ。私にはわからない。お前があそこまで無防備で入れた理由も、一ノ谷塔子が寸前で剣を止めた理由も。俺は塔子さんのことを信じてたから。俺が好きになった塔子さんなら多分刀を振るうことはできないだろうなって。信じてたから。じゃあ何の確証もなくて、ただ信じてたから。ああ、俺は塔子さんに惚れてるからな。塔子さんがそんなことするはずないって思ってた。どうした？惚れているのか。ああ、自分がどうなっても構わないほどお前は一ノ谷塔子に惚れていたのだな。そうだな。ああ、惚れてる。本当に好きなんだ。のろけおってからに。なあ宗七、これが多分私の最後の質問だ。真剣に答えてくれ。笑ったら殴る。わかった、笑わない。家庭の話だ。もし私と一ノ谷塔子の立場が逆だったとしたら、つまり私みたいな奴がだな、そのまま一ノ谷塔子だったとしたら、お前は私も好きになってくれたか。本来の一ノ谷塔子とは全然違う。ガサツで乱暴者で、お前に嫌味と罵倒をすることしかできない私でも、お前は私を好きになってくれただろうか。正直に言ってわからない。そんなの、塔子さんと俺が結びついたのはいくつかの幸運に助けられたからだし、もし塔子さんがそのお前みたいなやつだったら、きっと全然違う行動をとっていたんじゃないかって思う。ああ、でもさ、でも家庭の話だから全然わからないけど、もしもお前が普通の女の子だったとしたら、
惚れてたかもな。そうか、そうか、そうか、そうか。悪かったな、お前にとっては恥ずかしいことをベラベラと喋らせてしまって。まあ確かに恥ずかしかったが、あ、それよりもなあ、多分もうすぐお前に、なんていうか交代すると思うんだけど、瞳子さんが気づくより先になるべく早くこの町を出て行ってくれないか。なんだ、お前はそんなことを心配してたのか。安心しろ、何もかもうまくいく。何もかもかな。なあ宗七、覚えてるか。覚えているって何を。お前が選ぶべきだったはずの三つの道だ。一つ、諦めて私を受け入れる。二つ、私を殺して元通り。三つ、私と融合する。ところで、お前に一つだけまだ言ってなかったことがあるな。もっともお前も気づいているかもしれないが。この世界ではな、ある程度頭の中で形作られたイメージを再現することができる。それは例えばお前の服だったり、私の服だったり、あの映画館だったりする。お前の場合は無意識に再現しているのだがな、こうして。意識的にイメージしてものを作り出すこともできるんだよ。うん、この手のものは久方ぶりにイメージしてみたが、なかなかうまくいくものだな。さすがにあの文一をイメージしてもやりにくいだけだからな。これならば手頃な長さだ。名前は尺に触るのだがな。手頃な長さ。さあ、右往左往した日々は終わりだ。結末は1でも3でもなく2。この4日間、お前にとっては辛く苦しい散々な日々だったろうが、私はお前と共にいることができて楽しかったぞ。終わりだ。おい、おい、しっかりしろ。どうして、なんでこんなこと。私もとんだバカ者だ。肉体を手に入れるために選んだはずのお前を生かしたくなるなんてな。
もう本当にお前というやつはしょうがない男だ。だがいいさ、元より私は生きることがかなわぬのならば死にたくもあったのだから、最悪の結末ではないから、それだけはよしとするか。安心しろ、現実の私も溶けてなくなる。お前の体に悪影響は残らないはずだ。なんだお前、悲しんでるのか。当たり前だろ、当たり前だバカ野郎。バカ。お前には一ノ谷桃子がいるだろう。如月すずもいる。その他いろいろとたくさんの存在がな。お前がいなくなるとみんなが悲しむ。だからこの結末は仕方がないんだよ、宗七。私はお前が好きだ。だからお前もお前を好きでいてほしい。どうした？お前は悲しい時に泣いちゃいけないんじゃなかったのか？それとも私が死んで嬉しいか？嬉しいわけないだろう。悲しいに決まってる。相変わらず甘っちょろい。私はな、お前を殺そうとしたんだぞ。それを忘れるな、このお人よしめ。だけどそんなお前でいてくれて嬉しい。俺に何かできることはないのか？それは困る。私はわがままだからな。いちいち全部の願いを叶えてもらっていたら死ぬに死ね。だがまあそこまで言うのなら、手でも握ってほしいかな。それからもう一つ、これはお前には叶えられない願いなんだけどな。恋をしたかったな。恋を叶えたかった。できればお前がいいけれど、一ノ谷桃子がいるからな。お前みたいな男が他にいればいいな。無理か。お前みたいな奴はこの世に二人もいない。
私はこういう性格だからな。きっと人間になっても治らない。素直になれない。可愛げもない乱暴者だ。生まれ変わりを信じるか？生まれ変わり？私は信じたい。いつかお前のもとに私の生まれ変わりが訪ねてきたら、その時は優しくしてやってくれよ。きっとそいつはひねくれ者で友達もいないと思うから。またな。
マジ？っておかしくもなんともないわにゃろめ。こんなとこに来ようなんて思ったのは。
にしてもあんたもちった根性見せなさいよ。バカ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 。あの、事情は知らないけど、バイクをいじめるのはかわいそうだと思います。え？あ。何よ、バイクをいじめるなって？言ったままです。事情は知らないけど、バイクに罪はないと思います。うっさい、大きなお世話あんたに関係ないでしょ。確かに大きなお世話かもしれない。だけどそれでもバイクを叩いたりするものじゃないです。バイクだってそんなことをされればふてくされます、うん、大体ね、無関係の赤の他人にこれからバイクをえちらおちらと運ばなきゃならない私の気持ちは分かんないわよーだ。動かないんですか？うんともすんとも言わないのよね。はあ、もう誰に似たのかしら、このお天気屋の気まぐれバイク。運ぶというとバイク屋まで運ぶんですか？そのつもり。ねえ、あんたここら辺に詳しい？バイクの修理ができそうな工場とかは知らないかな？悪いけどここに住んでいるわけではないのでさほど詳しくはないですけど、それでもバイクの工場は見たことないです。バイクを町まで運ぶんですか？そうよ、遠い遠い遠い中心市街までこのバイクを。って、あ、ん？ちょっと。わあ、ちっくらもちーってマジですか君？町まで運びます。あなたの手には余るでしょ。
いや、いいっていいって。確かにちょっと道のりを考えるとくじけそうになるけど、私はいざとなったら根性を見せるタイプだから。父様、もとい、父さんから言われているんです。は？人には親切にしろとか？それは当たり前のことでは？それとはまた別に、いや、僕もにわかには信じられないのですが。ちょっとこら、もごもごさせてないで行っちゃいなさいよ。ほれ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 。もし金髪のあまり素直じゃなさそうな跳ねっ返り娘がお前のもとに現れたのなら、仲良くしてやりなさいと。は？の宗教か何か？違いますって。いや、僕もまさか父さんの言葉通りの人間が現れるとは思っていませんでした。金髪であまり素直じゃなさそうで跳ねっ返り娘、うん、まあ、確かに私のことよね。でしょ。だがしかし、初対面の男の子にそんなことズバズバと言われる筋合いはこれっぽっちもありゃせんわ。あいたたたた、つねるなつねるな、つねらないで。うっさい、ちょっとつねらせなさい。今日この時までの私のストレスも込みで。横暴すぎ。なんだ。はあ、もう怒った時の鈴姉様みたいだ。ところで、あんたのお父さんは他に私、あ、もとい、金髪の女の子について何か言ってなかったの？その女の子は、おそらく友達が少ないか一人もいないと言っていました。まあ、偶然よ、偶然。そのくせ妙に寂しん坊だとも。それは外れね。私は寂しいなんて感じたこと生まれてこの方一度もないわ。素直じゃないのでそんな風に強がるだろうから、心して相手するようにとも言っていました。本当にあんたの親父は何者か。友達があまりいないのは、おそらく思ったことをズバズバと言うからだろうなと。胸を張って生きているから眩しく感じる人が多いだろうなって。だからお前は何を言われても真正面から受け止めてやれと教えられました。
当たっていますか？当たってるかもしれないこともない。他にはもうない？何を急に口ごもっちゃって。いいわよ、もうこの際何を言われてもがっちりと受け止めてみせるわ。そのこれはですね、僕ではなくて父さんが言ったことですが。彼女はきっととんでもなく可愛いから覚悟しておけと、そう言われました。あのそういえばあなたは外から来たんですか？そうなのよ、3日ほど前に第一種人妖らしいって認定されてここに来てさ、部屋の荷物もだいたい片付いたからとりあえずツーリングに出かけようかなって。何？行動力があるというか、ありすぎるというか、普通は自分の身に降りかかった災難を嘆いたりするうちに、たかだか3日間なんてあっという間に過ぎるって聞いています。まあ悔やんでも仕方ないしね。それに今日から住む町のことを確かめてみたかったし。時に少年、学生？はい、そうです。となると、来週には転校してくるわけですか？迷ってるんだけどね、別に義務教育ってわけでもないし。僕はあなたに神沢学園に来てほしいと思います。まあそこまで言うなら言ってあげなくもないかな。うるさい、笑うな笑うな笑うな。すいません、でも来てくれるというのは嬉しいです。一生徒として歓迎します。
そういえば男の子。男の子とは僕のことですか？ですね、はい。そう、すっかり忘れてたけど、あんたの名前は？そういえば、お互いにまだ名乗ってもいなかった。そうよね、まさかさすがのお父さんでも名前までは予言してないわよね。そこまで当てられればオカルトです。ごめん、ちょっと足を止めて。はい。私の名前は、僕の名前は、you、yeah.